スイタとは、日本の政治家である。衆議院議員、自治大臣、国家公安委員会委員長、山口県議会議員などを歴任した。山口県熊毛郡城南村生まれ、旧制屋内商業学校中退後、公主飛行予か練習生法富海軍通信学校に入隊した。終戦後は、城南村の青年団長を務め、1948年、 ゴろに先犯として郷里に戻った、岸信介に講演を依頼した。これをきっかけとして騎士との交流を深め、また、敗戦後の岸士の政界復帰に尽力した。1952年、岸より選挙資金の提供を受けて25歳で、城南村長に当選した。ス田は、騎士の弟の佐藤栄作が衆院選に立候補、してからは当初は佐藤を支援したが、 騎士の出馬に際して、騎士を支援するため佐藤に断りを入れている。1955年、新設合併に伴い、田伏町長選に出馬して当選し、田伏町長を3期務める。その後山口県議会議員選挙に転じ、県議会議長も務めた。県議時代も一貫して、騎士に支持し、騎士の引退に際しては、後継指名を受ける。百七十九年、 第35回衆議院議員総選挙に旧山口県第2区から自由民主党公認で出馬し当選。岸派の流れを組む姓和政策研究会に所属し、岸の娘婿である安倍慎太郎の首相就任に執念を燃やした。1990年第2次海部改造内閣で実地大臣権国家公安委員会委員長として初入閣した。 安倍晋太郎の死後、安倍派では、派閥後継者をめぐって、三塚博史と加藤武月が熾烈な主導権争いを繰り広げ、1991年6月に、三塚が会長に就任して三塚派に代替わりし、加藤は除名される。加藤を領収にすべく、多数派工作に奔走していた水田は三塚派を、退会し、田辺正美、倉田博之、山岡健次らと聖魔会を結成する。 1993年の第40回衆議院議員総選挙では自民党に党籍を残しながら無所属で出馬し当選。その後自民党を離党し、1994年に新政党に入党。同年12月の新進党決闘にも参加する。1996年、衆議院議員を辞職し、非自民勢力の支援を受けて、 山口県知事選挙に出馬するが、自民党山口県連の推薦を受けた、2位関なりに敗れた。元自治官僚の2位は、同じ自治省出身の平井流山口県知事の下、5期20年にわたる平井県政で養殖を歴任していたが、6期目の出馬を模索する平井の意向に背いて2位が出馬したため、平井は自民党員でありながら、水田を支持。 野中博武自民党幹事長代理も、党本部による2位の推薦に反対したため県連の推薦に止まったが、政和政策研究会の塩川正十郎を自由、民主党総務会長や安倍晋三、河村武雄らは2位を支援した。知事選落選後は自民党に復党し、2000年の第42回衆議院議員総選挙に比例中国ブロック単独で出馬したが、 国政復帰は果たせず、政界を引退した。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では自民党の北村常を支援した。娘向こは自由民主党衆議院議員の西村康俊。政界には、水田の秘書経験者が多く、結束は水田の引退後も強い。主な元秘書には、山口県岩国市長で、元衆議院議員の福田義彦や、 山口県議会議員の森田総治、山口市議会議員の田原田雄次らがいる。1972年3月28日から45年間に、渡り、山口土地改良事業団体連合会の会長を、務めていた。2017年6月19日、肺炎により、東京都千代田区の病院で死去。90歳没。ありがとうございます。